はい、それでは今回はですね、解説ではないんですけれども、ちょっとですね、Facebook グループの方の動きについて話をしたいと思います。まあ、Facebook グループ前からね、ご案内をさせてもらっているので、もしちょっと興味がある方は、この動画をご覧いただけるといいかなと思います。ですね、今日もお一方投稿をしていただいてるんですけれども、今ですね、Facebook グループは220人、の方に参加していただいてまして、まあ何回かご案内してますけれども、まあやっていることは、僕のその統計検定準一級のワークブックですよね、の解放メモを単純に上げてあるんで、好きな時に見てくださいねってことで、その何かこう議論をするってことはしてないわけですよね。ただ、結構ですね、個人的に、まあ Facebook ってことは一旦ですね、メッセンジャーの方からご連絡をいただいているので、そちらでやり取りをさせてもらうんですよね。で、準一級目指してますっていうことで、最初話を聞いてですね。で、中にはですね、受験しに行ったけれども、うまくいかなかったとか、勉強がうまく進んでいかないっていうタイミングでご連絡をいただくこともありまして、まあそのタイミングで何かこう、問題に答える、まあそういう時もあるんですけど、問題に答えるっていう時もあるんですけど、どちらかというと、モチベーションであったりとか、勉強の進め方、勉強法、それから参考書など、そういったところの相談の方がまあ多いんですよね。で、そういうのを経て、合格をした際にですね、また連絡をいただくことが結構あるんです。で、グループの方だったら、いや、おめでとうございますっていう風で、もちろん返すんですけれども、その最後に、まあ、もしよろしければ、今回その勉強した、その足跡とか、感じたこととか、そういったものを、このグループの方に投稿してもらって、で、まあ、皆様、他の皆様のお役に立つ内容をね、少しでもあれば歓迎していただけるとありがたいですっていうところを伝えるんですけど、もちろんそれ全然強制はしてないですし、分量とかね、これぐらい書いてくださいとか、何にももちろん制限はないですし、単純に受かりましたよだけでも僕はありがたいですし、投稿としてね、みんなが、あ、こういう人も頑張ってるんだなっていう、その存在がわかるだけでも、結構、ありがたいんじゃないかなと。結構ですね、いろんな方の話を聞いてると、やっぱり自分だけではモチベーションを保つのは難しいっていう中で、まあコミュニティというか、別に知った中じゃなくても、同じところを目指しているんだとか、まあそうじゃないにしても頑張っている人がいるっていうところで、自分の身を置いて頑張れるっていう話ももちろん聞いてますし、よく理解はできるわけですね。なので、投稿の内容とか分量っていうのは関係なくて、単純に受かりましたよっていう。で、その投稿があって、投稿を見た周りの方々が、ああ、こうやって頑張ってる人がいるんだなっていう、その存在自体がもう多分ありがたいと思うんですよね。なので、そういった制限は設けずに、もしよろしければっていうところで最後一言付け加えるんですけれども、っていうのは、これ本音であるんです。あるんですけど、今日とか、それから前回の方とか、のですね、その合格体験記もしよろしければお願いしますっていう、僕のその、いつも通りね、もしよろしければっていうところに対しての投稿がですね、もう、すごすぎて、分量もそうなんですけど、こと細かにですね、すごく丁寧に勉強されてきたんだなっていうのがわかる内容なんですよ。なので、本当にこれはグループ内で220人ってすごく多い方だと思うんですけど、220人に見てもらうにとどめるにはもったいない内容なんですよ。普通にネット、インターネットでね、こう載せて、ページ、PV ですか？ページビューの数、これすごく稼げるんじゃないかなっていうのを思うような内容で書いてくださる方が、ここ最近ですね、すごく多くて、そうするとまた投稿のハードルが上がっちゃうんです。嫌なんですけど、別に何回も言うように内容じゃない、内容をそんなにめちゃめちゃ求めてるわけじゃないんですけど、だからこそこうやって返していただけるとめちゃめちゃありがたい。まあ、例えば今日投稿いただいた方、もうすっごい分量多いんですけど、項目だけでもちょっと皆様にお伝えできたらなと思って、お伝えするんですけど、例えばこの方、
まあ、項目っていうのは要するに、何ですか。ずーっと同じ感じで文章を書いてるわけじゃなくて、まあ、例えばですね、背景。まず、まあ、どういうふうな背景があって、統計検定やるか、みたいなね。そういう背景。そして、勉強開始時点での実力。まあ、自分の、まあ、それまでの、やってきた。まあ、例えば、統計検定準1級目指す前に2級取ったよとかね。そういったところの、その段階での実力。そして、そこから、まあ、一番重要な勉強方法ですよね。勉強方法。そして、試験本番でこんな感じの手応えでしたよ、みたいな試験本番っていう項目があって、で、あとは、まあ、そうですね、そこから工夫っていう項目があります。工夫。そして、反省ポイントというとこと、参考にした書籍、ウェブサイト。まあ、これもですね、まあ、これ、すごいいっぱい書いてくれるんです、出るんですけど、僕自身は全然、僕の解放メモだけを見て、受かりますよなんていうつもりは一切なくて、こうやって、こういうサイトもいいですよ、こういう動画もいいですよっていうのをもう全然赤裸々に語ってもらって、まあ、そこら辺はなんか、皆さんが受かるんであれば、あんまりそのプライドはないというか、はい、僕も参考にさせてもらっているサイトとかありますし、はい、赤裸々に語ってもらって、で、あと最後その他っていうところで、まあ、こんなこともやりましたよ、みたいなところを書いてくれて。はい。これ分量で言うとどうなんですかね？もう、すごいです。とにかくもう、すごい量で熱が伝わってくるのが、今日ちょっと投稿としてあって、これはすごいなと思ってこの動画撮ろうかなというふうに思ったんですけど、それまでもですね、こういったような投稿いくつかあって、一個前の方もですね、すごい量の投稿をしてくださってるんですよ。その方も。勉強方法とか背景とか皆さん、体感とかね、書いてくださったりしてて、220名の方、まあ、どう感じて見えるかはね、わかんないんですけど、僕が一員だったらこれは貴重だなというふうに思います。はい。ですし、僕が一員だったらこんな熱量で文章書けないなって思うので、すごいありがたいんですよね。とか、まあ、ちょっと前だと、ある方がこの投稿、の中に僕に直接ではなくて Facebook グループ全体に質問を投げた。でその質問に対して、まあ、僕自身もこう時間を許す限り答えるんですけど、別の方がね、そのグループの方で質問に答えてくださったりとか、その方の、まあ、解放メモを示してくださったりとかっていうようなところがちょっとあって、まあなんかそんななんか運営しているっていうほど大したことしてないんですけど、すごいありがたいなと。で、合格するたびにですね、連絡をいただいて、いつもいつも、なんか良かったなって思うんですけど、それをなんか、もっと、周りの人と味わえると、すごい、いい輪が広がっていくのかな、とも思ってます。はい、なので、ちょっと今日はですね、あまりにもその、熱量が高い投稿を見て、あ、すごいな、っていう。で、気づけば220人で、なんかみんなでまた、準1級もちろん、取りたいし、僕自身も一級またね、ちょっといつっていう宣言はできないんですけど、もちろん視野には入れてるんで、そういう時にまたこう熱量高まっていくような気もしているので、もし興味があればですね、まあ無料ですし、最初ちょっと僕とのやり取りはさせてもらってるんですけど、全員の方々に。まあそんな別に、何かこう難しいことがあるわけじゃないんで、ちょっとこういう風でお願いしますっていうようなところのお願いをね、いくつかしてるだけなので、興味があれば、なんかすごくいい感じになってきたなというふうに、僕の力じゃないんですけど、思ってはいますんで、覗いてみていただけるといいかなと思います。はい。なので、分量とかじゃなくて、投稿自体にすごく感謝をしていますよというところで、220名の方にも伝わるといいなと思って動画を撮りました。はい。今回は以上です。ありがとうございました。